自分たちのスマホでしか。ああ、なるほど、自分たちで、よ、みんなの容量もやばい。カメラより。あ、全然、iPhone の、設定画質めちゃくちゃ良くなる。ああ、OK。ああ、そうなんですよ。で、できる。名前見えちゃいました。最後の、私の飾り物つけて。プレゼントでくれた一切も切れなくて1年前からやっぱポッドキャストなら切れるかなと思った。はい、匂いするとでもいいです。はい、このまま、はい、せーはい、じゃあ後ろからします。はい、せーの、なんか違和感にようこそ。アンドメアです。ジェルミです。カボです。なんか違和感は国内外のジェンダー問題に関するさまざまなトピックを取り上げるポッドキャスト番組です。日常生活のいろいろな場面で出会うジェンダーや性にまつわる違和感を語り、社会のさまざまな課題について議論します。世の中の当たり前に違和感を問いかけるインディペンデントマガジン違和感編集部がお送りします。今月のテーマはファッションでお送りしています。そして今日は特別なゲストがいらしています。ファッションゲスト小泉信孝さんです。はじめまして。小泉と言ってるブランドやってます、小泉です。ありがとうございます。いや、来てくれてありがとうございます。スライドこう、いい感じで購入してくれて。いや、ちょっとまあ、自己紹介いただいたんだけど、はい、まあ、改め、まあ、どうなんか、小泉さんのこと知らない人いないんですよね。そんなことないから。いると思う。じゃあ、ちょっと、自己紹介、まあ、ちょっと自己紹介をお願いします。あ、はい、まあ、簡単に、はい、そうですね、自分は、こうフリルがついてる大きいドレスを作ってるのがメインなんですけど、まあ、一番有名なので言うと2021年東京オリンピックの時の開会式の衣装とか作りました。まあ、そういうのをやっていて、次また9月パリでコレクション発表したりこれからします。なんで放送される時にはもう終わってるから、はい、にもう帰ってきたんですか。19日から行ってきます。あ、でもそっか。これが放送するときは。大丈夫、大丈夫。なんかなんとね、だって行ってきたっていうタイミングだから、ね。パリの発表会は2回目、なんか。あ、そうですね。3月1回やって、次が9月末。すごい楽しみにしてます、ね。はい。だからかなり忙しい中で来てくれてます。いやいや。今度はタイミングが良かった。ありがとうございます。ちなみに違和感のことは知ってましたか？はい、アンドメナさんが雑誌を紹介してくれて読んでいました。で、最近そう、でもポッドキャストとかでも知らなかったんですよね。だから知らない人が多いと思うので、まあ、これを機会にちょっと自分も宣伝できたらいいなと思って、すごい面白いし勉強になってます。いや、ありがとうございます。まあ、早速なんですけど、とりあえず小泉というブランドをなんかどういうきっかけで始めましたか？はい、そうですね、自分は服を作り始めたのが中学2年生ぐらいなんですね。ジョン・ガリアーノっていうデザイン、今映像マージュのデザインがすごい好きで作り始めて、でもずっと独学でファッションの専門学校も行かずに、まあ、今に至るっていう感じ。もう作り始めた時から言うともう20年経って、長い。中二病の時に。中二病の時に目覚めて、もうそのまま、まあ、夢を追ってるっていう感じかな。あ、なんか、専門学校も行かずにって知らなかったんですけど、すごい。大学は、まあ、ペインティングを、専攻して、で、今また絵も始めて、だから年末は絵の展示もやるので。そうなんですか、ね。あ、そうだ。これ宣伝してもいいですか？今決まってるのは、あ、後で。告知は終わりの方にした方が、はい、でもすごいね。S のペインティングの大学はどこでした？でもそれは一般大学で、だから実際に専攻したのは美術教育。先生になる勉強をして、教育実習とか行きました。で、また絵も始めて、来年は一応コンテンポラリーアーティストとしての活動をメインにやっていくと、まあ、ちょっと新しいチャレンジを35歳なんですけど、始めました。じゃあちょっとリスナーの終わりの方に、はい、展示会の詳細を最後まで聞いてくださいね。ありがとうございます。いや、なんか今日はね、ちょうど選手のエピソードで編集部3人がそのファッションとジェンダーの、まあ、いわゆる大きな議論をしてて、うん、まあ、どういう話だったか、まあ、ちらっと本当にサマライズすると、まあ、なんでジェンダーレスのブランドが、まあ、そもそもすごい個性をなしっていう、その誰でも着れるのために結構まあ
すごいオーバーサイズとかシンプルにすると、うん、あとジェンダーレスブランドがいっぱい出て1年で潰れることがすごい多いんですね、なんかメディア性のために出るんだけどやっぱ長持ちはしないっていう、まあ、うちらが見た背景だけでっていう議論して、うん、なんかどうやって解決していけばいいのかみたいな感じでめちゃくちゃ議論しちゃったんだけど、うん、その中にやっぱなんで少なくとも編集部にそういうジェンダーレスブランドがあんまなんか心に刺さないっていう理由のがやっぱ、うん、見てるビジョン、はい、なんかそのジェンダーレスであるとかでいることが目的だけどその先 の, そのいわゆる美的なゴールとか、うん、言われなかったとかみんなが、まあ、ガリアンとかその、うん、その世界観が好きとか、うんあのまあ、ミケル・アレサンドとかの、うん、その世界観が好きって上で誰でも着れるんだけど、うん、なんかそれがないままでバンド立ち上がるのは難しいけどなんか小泉さんその自分に対するのものづくりなんかどういう、うん、なんかビジョンとか持ったりとか、はい、こういう世界観もちろん世界観あると思うんだけどなんか意識とかそうですねなんか自分はどっちかっていうと基本的にこうなんか クールネスっていうんですかかっこいいものがあんまり興味がなくて、うん、なんかこうクールネスを追おうとすると結構ダサくなりそうな感じがするから、うん、なんかもっと楽しさとか喜びとか、うん、なんかそういうのをベースに作ってますねだからなんか自分のブランドを結構こう説明するときになんかいいか悪いかわからないけど面白いとか可愛いとか、うん、なんかそういうのだったらいいなと思ってますだから結構まあ割と誰でも似合うし誰も似合ってないみたいな、なんかそういうとこがいいのかなっていうのは思いますねだから多分ちょうどその先週の話で言うと誰にも似合うというブランドが多くて、うん、今は逆にビジョンは先に来るという感じかもしれませんね今うんうんなんか先にビジョンを決めた上でそれを作るんだけどその具体的なところから始まるとやっぱファッションって楽しみにする感じじゃないですか、うん、そのなんていうかプラクティカルなんていうか実用的じゃあそう実用的だからファッションを身につけることがないじゃないですか、うん、この楽しさとかこの世界があるからまあ身につけるけど、うん、なんか小泉さんがその今までいわゆるなんか最初からその、まあ、アトリエとかクッチュアって始まったんですか、うんそうだ最初はキャリアの最初は、大学4年生の時からもう仕事を始めたんですけどコスチュームデザインからステージコスチュームーそれこそ Perfume とか皆さん知ってるか加藤ミリアさんとかの知ってるアートって大好きだよ大年なんですけどそうとかの衣装をもう大学4年生の時から作って仕事を始めただからもう就職しないでずっとフリーでとか一人でやってましただからそのなんて言えば量産の世界に入ったことないですよそうなんですだし得意じゃないので多分、うん、だからそうさっき言ったような誰でも着れる服みたいなのはあんまり興味がなくて、うんまあ、自分がだから可愛いものってもう世の中にいっぱいあるじゃないですか、うん、ただ別に自分がやらなくてもいいからあーあーそれ好き自分がやるべきはそうなんか自分の力をベストで活かせることに、まあ、努力した方が早いなと思って、うんそうだよね、ここに行きたいのはなんかやっぱりなんかトムさんが作る世界ってめっちゃ結構色彩が豊かだし、うん、なんだろうすごくボリューミーだなって、うん、その情報量としてすごく感じるんだけど、うん、そのなんかトムさんにとってその色っていうのはそのジェンダーとファッションにはなんかどういう関係があるって考えたことありますか、うんはい、ジェンダーについてはあまり意識したことがないですね。やっぱりそのもちろん、まあ、基本的にドレスを作っていてサイズもまあ大きいものもあれば細いものもあったりするからなんか誰でも着れるようなサイズじゃないものもあるんですけど、まあ、モデルさんしか着れないようなものとかでも色ってなんて言うんだろう、まあ、よくある水色が男の子っぽくてピンクが女の子っぽいみたいなのももうそれってなんていうんだ自分が作る世界観でも関係ない、うんうん、なんかそうだしあんまり単色も使うことないんで例えば別にピンクと水色も使うし赤と青も使うしなんていうんだろう組み合わせの話だけ、うんうん、まあもちろん好きな色この色が好きでこの色はあんま使わないかなみたいなのあるけど、うん、なんか数ある色のうちの全部一つでしかないっていうか、なんかあのまずそのプロフィールにめっちゃ好きだったのが、まあ、ドレスメーカーって書いてあるんですけど、なんかいわゆるファッなんかあの
プレタポーテの世界で行くと、そのレイビースとかメンズだけど、なんかドレスメーカーっていうのにすると、そのワンピースとかドレスって誰向けを指示しなくて、そのどの体のドレスメーカーって、まあ、あのみんなおっしゃるけど、その、あのみんなが多分見たと思うんだけど、あのサム・スミスもね、もうなんかツアーとか、あのフィビオンも作ったりするけど、なんかそういう依頼がなんか日本のアーティストとかから入ってきたりする。なんか私の方でイメージするけど、トモさんが国内なら割と起用するなんか女性のアーティストが多いんだけど、なんかそのちょっとジェンダーレスとか男性化依頼が受けたりがしますか？日本だとちょっと少ないですね。なんでだろう。だし、なんか俺は別にもちろん男性かも女性かもどなたから来ても、まあ来てもらいたいなと思う人だったら仕事をしたいっていうか、やっぱその個性があって、自分のデザインをこうなんていうの着てもらった時により相乗効果が生まれる人っていうのが絶対いいんですね。だからなんかもちろんモデル素敵なモデルさんもいいけど、やっぱりそういうシンガーとか、そういうなんかパフォーマーとかそういう人に来てもらうことの方がなんかこう充実感があるなと思っていますね。なんでだろう、やっぱり、ちょっとやっぱ日本のまあエンターテインメントの世界とかちょっと、まあ、ファッションだと結構男性のモデルで撮影したりとかするの、そうそう、それ結構ねファッションの方であの見たことあるんだけど、なんかそういうなんていうまあ芸能とか、まあ、まだ男性の方だなんか。そういう世界観を提案している方が、まあ、まだ少ないなとは思って、そうですね、いや誰か、なんか、なったら確かに、でも着こなせる人がいるのかなみたいなのも、なんか唯一思い浮かぶのはあの清、氷川きよしさん、きよしとか、確かに確かに、なんか唯一でそういうちょっと見るの世界で生きてるんですね。それかまあ美和さん、美和絶対似合うよね。三河健一さんもいいよね。レジェンド。ごめん。あとこれ編集するんだろう。アシスタント。ごめんなさい。インターン。一人一役、三役できるから。目だが。確かに、でも、日本で。でも、だからってなんだろう。例えば、その、なんて言ったらいいんだろうな、若い綺麗な男の子とかに来てもらうのもそんなに興味がない、ね、またアイドルみたいになってしまうよね。そうファッション、なんかそれはやっぱりでファッションみたいな、なんかちょっとその普通すぎる、そうね、あ規定路線っていうか、なんかまあなんかそういう人を起用しやすさとかね、そう期待されそうな感じ、予想通りだからあんまりそこにはいかないかな。なんか若い男の芸能人とかもそこまであの、に来てもらうとまあ別に似合うと思うけど、なんか面白さがない、意外性もないし、なんか俺がやんなくてもいいかなと思って断っちゃうことが多いかも。でちょっとなんかあの話ちょっとだけ変わるんだけど、まああのブランドトモコイズミというブランドと同時に結構なんか僕の印象だけで言うと、まあその LGBT のコミュニティも結構応援 してるなイメージが結構あって、まあ例えばあのケイちゃんとかが、あのまあ結構なんていうすごいハブロパまで代表者のなんていうあのミューズみたいな形にもなってるし、なんか全然あと自分はゲイということもアウトにしてるしとか、まあそこまであのまだ普通にはなってないと思うから、まあそこにも勇気かかって、なんかその自分のあのことをあのゲイ、まあ LGBT であることとか、あの LGBT である方々を起用するとかで、あの意思的にやってたか、あの自然にやってたかとか、ちょっとその話は聞きたいんですけど、自然ですね。例えばケイちゃんとかもともと友達で、でもモデルとして素晴らしいから応援したいから出て、まあ、も出てもらうっていう、本当出てもらうって感じですね。だからなんか起用するとかこっちが選ぶみたいな、まあ、デザイナーだとなりがちだけど、やっぱりモデルがいなかったらショーとか撮影とか成り立たないし、だから本当に力を貸してもらってる、まあ、みんなモデルとかスタッフの人とか、まあ、そういう点でそうですね、なったり、まあ、あとその日本のファッション業界もまだまだ
なんだろう、変革が必要だと思うから、うん、そういう面でもなんか自分がなんだろう、わざとらしくなくそういうのをやりたいなっていうのはありますね。そういう自然的に、そう、あ、ちなみにあのケイシャンという名前が出してるけどケイシャンは、最近とても活動してる、自分がトランジェンダー女性というあの発表もしているあの女性のモデルさんです、うん、これ急に誰も、あ、そうそうですね、紹介しないと誰の話みたいになってしまいそう。なんか小泉さんが逆にその、まあ、日本のブランドその、まあ、多様性っていう、うんうんうん、あの文脈でいろんなモデルも起用する、まあ、起用っていう言葉があるんだけど結構最近見えてきたんですけど、うんうん、まあ、本当にマス向けのブランドとかで、うんうんうん、なんかそれに対してなんか違和感とかあったりしますか？そのさっき言ってたみたいな、そのやっぱりこう言葉が先に来ちゃうのは、なんか見えるビジュアル的に、そうだからそのジェンダーレスっていうのも、なんて言うんだろう、性を消す感じになっちゃうのもなんかもったいないと思うし、まあなんか性を消すことって多分個性を消すことはまた別の話じゃないですか。そうだからなんか個性が消えてっちゃうのはすごい悲しいなって思いますね。だから本当になんか、あ、そうだ、今日そうここ違和感のポッドキャストに来てなんかなんとなく言ったかと、そうな、え、ちょっと待って、何言ったか、あ、そうだから聞いてたんですね最近ポッドキャストで、その例えばプロナウンスの話とか、やっぱり日本だとまだ全然その議論になってないけど、やっぱ海外行くと絶対的に必要な話で、でもなんか自分はなんだろう、やっぱり日本にいてまだちょっと理解が追いついてないけど、でもやっぱりその話を聞いてて思ったのが、相手のことを知らないっていう前提で、なんていうの、固定概念を持たずに、会話を始めていくっていうのが大事なんだなと思って、だから、まあ、みんな名前は持ってるから名前で呼ぶとか、そうなんか難しく考えずになんかそうするのがいいなと、だからファッションもそうあってほしいなとは思いますね。なんか私もあの文化で、うん、あのファッションを勉強してて、で、あの、ある時、まあ、名前出さないけど、その有名な日本のデザインのブランドのデザイナーが来て、なんかファッションショー、今年のシーズンのショーを見せてくれてて、なんかこのシーズンはね、なんかボウいっぱい使ったんですね、やっぱ女性がボウが好きだから、なんかなんかちょっと買って、なんか全然ボウが好きじゃない女性いっぱいしてる、なんかその、ね、女性という大きなカテゴリーで勝手にその人が好きなものを決め、でももしかしてなんか市場的に、あの、なんかお金でやっぱボウとかフィルが流行ってるとかが作るなら売れるっていう、なんかそのうちらがいつも議論するの理想、なんか、うん、あの、勝手になんかそのプロナウンの考えるのが良くないし、まず聞いた方がいいんだけど、それがありつつやっぱ企業の決まりとか、うん、その市場はやっぱこれが女性に売るとか、なんかありつつちょっと自分の中には矛盾がある、うん、なんか絶対これなんか違うなと思うんだけど、うん、あのおっしゃった通りだけど、でもやってる人の方が多分うまく売ってるのかなとは思う。なんか例えばプリクラ行くと、もうプリクラの世界観も圧倒的にも決まりじゃない、うん、なんかそれを崩って、なんかその例えばね、まあ、女性だけのこの世界観じゃないからプリクラのなんかビジュアルにも男性も入れようっていうなんかないじゃないですか。あ、確かに。これが女の子のもの、うん、女の子はこう遊び社会では絶対ここなんかいわゆる分かりやすいな道を作っていく、うん、こう売れるっていう感じだから、うん、そうしないの売り方が現実なのかなって私はすごい思うんですね。だから人と人のコミュニケーションの中ならできる、あの個人個人だけど、うん、その業界としてどれほど努力しても変わるなのかなとは思うけど、なんか自分の感覚で言うと自分の意見を持ってない人がほとんど、だからその企業が作った道をフォローするだけの人がいっぱいいるからこそ、社会、そのだからこういう違和感とかやってるような人たちの声がもっと強くなっていったらリードしていけるのかなっていう希望もあります、まあ、まだまだこれからだけど、だからなんか諦めなくてもいいと思うし、でも一番大切なのはそのパワーを持ってる人が発言しないこと、そうね、そう、それは本当に、まあ、だからこの2人はさ海外出身だし、だから逆にパワーを持ってその発言できる立場になると、うん、逆にその活動的なものを結構言うじゃん、うん、あの海外だと、だから
逆にそのまあいつも頭に疑問として浮いてるものはなぜその逆に日本であの発言できる立場になるからこそめっちゃ慎重に何も言わないって結構さあの逆じゃん、うん、その海外のやり方と。でも分かる、何回もあの人と話したら、うん、まあそういうキャンセルされやすいこともめっちゃあると思うんだけど、はいはい、なんかコミュニティの人たちは今なんかめっちゃコミュニティを応援する立場にはなってるのになんか無言になるのはすごく残念。なんかそのファッションの話に戻すんだけど、うん、思うのが言っても例えばねファッションの提案になったらこういう世界観を提案しますで、うん、結構それと人権とかその問題を切り分け考える社会だから、うんうん、例えばなんかそのミュージシャンがそういうなんか世界観で言ったらそれがファッションだけどこれが LGBTQ の権利と関係ないっていうなんか問題の切り分け方がすごいはっきりをするだとは思う。なんかなんて言えばいい事例が出せないかな。んかなんて言えばいい。でもなんとなく分かったな気がする。利用してるみたいな。なんか利用してるじゃなくてそのあの社会でその問題に対するの置き方、なんか例えばそのクエアなファッションをしている人たちでもあそれはファッションだぐらいだと思うんだけど、これがそのさっきの話そのジェンダー そのいわゆる二元論とかまでに話が続かない、うん、あファッションだって終わってしまうから、うん、超シンプルにするとメタリカの T シャツを着ても実はメタリカを着てないファッションのためだからその見た目でちょっと終わりあのかっこよさと本当にその着てる服の意味とはそこまであの、うん、まあ、なんかその本人の意識がそのファッションとして使うか のそうじゃないの意識でやってもあの社会から見られたらそれただのファッションだと思ってしまうから、その力にあるあの力を持つ人たちが表現してもなんか意識のなんか意識ある人とかっていうぐらいの片付けされるっていう、そうだからでそうなったら声上げるって意味なんかすごい難しいじゃん。確かに。でも声上げるは大事だと思ってて、うん、そのなんか例えば広告の業界とかでも、うん、なんかアワードが、うん、まあ、年間とかであった時になんかそのずっとその審査員が男性しかいないっていう、うん、あのバーケースが続いていたことで、うん、でも本当に最近そのこういうジェンダー平等とか、うん、やっぱりそういうもっともっと若い世代になんかチャンスを作るために、うん、なんかその新陳代謝が必要って言って、うん、なんかあるあの大御所の何、まあ、クリエイター、うん、まあ、クリエイティブダイレクターが、うん、まあ、その自分の席をあの降りますっていう風にして、それも一つのなんか声の上げ方っていうか、はい、まあ、そういう風にして今自分たちがなんか取り扱っているこの社会の課題っていうのをなんか自分の現場で実践するっていう人が一人現れたり、あとはマスメディアの世界とかでも、まあ、なんかジャーナリストの人とかが、まあ、この会議にはあのジェンダーバランスが悪いので自分は男性ですけど呼ばれたけど出席しませんっていうような形 で実はなんか悲しいことかもしれないけどそういうことの方がやっぱりニュースになる。あ、うん、なんかそこに例えば、まあ、女性とかそうクイアの人たちがそこにまず呼ばれてないんですとかそういうところからなんかこうはみ出されているっていう、ファッションの業界はもしかしたらそのクリエイターの中にもいろいろななんか関係があるのかなとはちょっと分かんないですけど思ってるんですけど、だからなんかそこでその流行ないっていうことの声よりも中に人たちの声の方がやっぱ届くし、すごくそれがニュースになる。そう考えると私たちはなんかそのさっきあのトモさんが言ってたみたいななんか声を上げられる立場にいる人たちのアクションにやっぱり希望を持ちたい、うん、確かに。ファッションもさっき変革しなきゃいけないこととかがやっぱたくさんあるっていつもやっぱ気になってて、うん、はいはい、なんかそういう面で何かどういう部分を皆さんは違和感を感じる。そうですね、でもさっき今言われたみたいにやっぱりこう男性主導の感じでも難しさがあるのが自分もまあシス男性であるからなんかそういう視点から言うことが批判するのが、まあ、難しさも感じる、まあ、でもそのサポートしていくこととかあとは
そういう機関の人たちになんかちょっとジェンダーバランス悪くないですかとか、ちょっと考えた方がいいと思いますよとかは言うけど、本当に伝わってるのかはわからないです。でもなんかね、その自分いつもなんかそのジェンダーバランスが悪いっていう自分のせいじゃないね。例えば男性があったんだけど、ね、でなんかです。なんて言うかな。いやなんか整理したんだけど、でなんか結構その私いつも出すんだけど、BLM とかの時にも同じようにその白人の、俳優さんとか女優さんがなんかまあ やっぱこの制度に自分にそのチャンスが来やすいとか、チャンスが多いっていう立場をなんかないようにするじゃなくて、確かに私はこの特権持ってますって、まずなんか分かった上で、その特権なくすっていうより、その特権と何のために使う、うん、だからなんかメリルストリップ、別にメリルストリップがこうやったじゃないんだけど、メリルストリップがセットでやっぱバランスが悪いって言ったら、絶対その力を持って変わると、なんか、あ、確かにちょっとなんかね、女性のなんかスタッフを入れましょうとか、その違う俳優さんとかを用意するってなるんだから、まあ小泉さんみたいな感じで、ね、やっぱちょっとなんか違うって言うだけで多分結構変わるとは思うし、うん、なんかその特権がみんながどこかに持ってると思うし、うん、そうだね、その経済的な部分なら、その性的なアイデンティティなら、人種の問題ならなんか分かるから、特権がない人は存在しないと思うけど、うん、その特権が持つ時に特権がない人たちちゃんなんかそのなんか注ぐっていうのがやっぱ大事だと思う、うんうん、確かに、うん、で続きがないなんか今聞いて、でそれが続きで言えば、なんかそのさっきその意味ないとか、その声上げても意味ないと思うんだけど、やっぱその想像の力がすごい強いと思ってて、うん、で小泉さんの結構なんか想像、うん、いわゆるなんか新しい世界観を提案してくれて、私が小泉さんの最初のものを見た、マジで覚えてて、うん、まあ、ニューヨークのね、うん、マッチエイカーズのお店で発表したって、うんうん、この世界観初めて見てて、もう感動してたんで、嬉しい。いや、すごい。でも、クエアとかジェンダーの中に一番大事で言えば想像だと、そう思ってて、うん、なんか今の状況はみんなダメって分かってるけど、その先が何かあるって想像できないと、うん、やっぱ形にならないから、そのような提案してくれる人たちはマジで大事だと思ってて、ね、だから日本には、例えばサム・スミスみたいな感じな、うん、衣装着てくれる、うん、今いなくても、その友小泉さんがその絵を作ったことで、もしかして今10代、うんうん、あのようになりたい人が出てくる、うん、で10年後になんか超有名になってきたら、日本でも小泉さんの衣装を着れるようになってくる人が頑張る、うん、がいるから、うん、そのさっきの未来を描くのがやっぱクリエイティブの力がすごいあると思って、だからさっきちょっと絶望な発言したんだけど、実はすごい希望感とはあると思うんですよ、はいはい、確かにそうですね。やっぱりそのさっきも言ったみたいに、今やっぱり目の前にあるものしか想像できない人っていうのはほとんどだと思うので、だから先のなんだろう、喜びとか希望みたいなものをやっぱ見せてリードしていくっていうのはすごいやっぱ世の中にとって大事なことなんじゃないかなと思って、うん、まあ一応頑張ってはいるなんかこれがなんか質問なんだけど、小泉さんの作品を、私がもう2015とか2000、うん、マッチエクスの賞がそのぐらい2019かな、19か、そんな名前なんだけど、なんか結構そのレイディースがすごい強かったんだけど、うん、どんどん最近、特になんか去年のランウェイ、東京でやってたランウェイが、うん、結構私の周りの友達なんか日々マイナとか、キロットのやつかな、そうそう、キロットのやつで、いろんなモデルを起用して、うん、やっぱなんか、で、そしてケイシャンさんとかも、うん、出ていただいているし、うん、なんか自分はそういうちょっと違う未来とかを描けようとか、うん、そういうなんか前と今ちょっとなんか変わったりはしてたんですか。そうですね、その2021年だとちょうどやっぱコロナのまだ真っ只中で、本当はね、そのニューヨークでやったり、まあ、その海外でショーとかやったりとかできなかったりとか、まあ、それこそそのやっぱり BLM の話とか、うんうん、いろいろこうみんなの意識が変わってきた時だと思うんですね。で、なんかその京都でやるっていうのが先に決まってたので、京都で何しようかな、その二条城っていう、文化遺産かなのところでやったんですけど、でも普通のことしてもやっぱりつまんないから、ちょっとツイストが欲しいとか、あとはやっぱり
なんだろう、そういう自分の周りの人もサポートしたいし、やっぱそのなんていうんだろう、グローバルのスタンダードを日本流になんか表現したいなと思った時にああいうキャスティングになりました、ね、そう、あの時は80代のモデルさんとか出てくる、そう、その方もね亡くなっちゃったりしたんですけどとか、まあ、男性ドラッグクイーン の, あのレイチェルさんっていうドラッグクイーンの方にでもドラッグクイーンのままじゃなくて出てもらったりとかなんかいろいろしましたね。でもなんだろう、でもなんかやっぱわざとらしくはしたくなかった、すごい自然的な感じ、なんか相当あのなんていう壮大な発表だと思う、だって二条城ってさ日本を、そうなんか日本の歴史の象徴になってる、まあいわゆる伝統の象徴になってるところでその新文化ってか思っていくのはもうとても本当に面白いなと思ってて、さっきツイストっていうね、そう表現が、まあ、もちろん日本でのって感じですけど、だから日本で見せるけどやっぱりオーディエンスは結構半分以上海外の人が多いから、うん、そこで見せても恥ずかしくない日本でできるベストを、うん、っていうのをいつも考えたりはしますね、うん、そう、そう、なんかあれ、その、どうぞ、いや、その話で言うと逆になんか日本のファッションっていうか、うん、まあ、ファッションっていうか服装についてなんかあれどう感じてますか、なんかはは、なんて言えばいいんだろう、和装とか、そのなんか着物とかについてさ、はい、あの出た着物ね、着物もやっぱりかなりいろいろな意見がありますよね、あの着物警察とかもそうね、いますよね、でも、そういう人たちは多分歴史を意外ときちんと勉強しない、着物も変わってきてるんですよね、そうそう、また言えといてそう、だからその今その人が生きてる時のルールしか見てない、うん、だからファッションも多分そうだと思うんですよ、うんうん、アートもそうだし、だから歴史を知ると、うん、そうイノベーターがいつもいて、うん、で新しいものが歴史になってくる、うんうん、そう、だからなんかそういうの知らないんだなって思っちゃう、なんかでもあちょ、ごめん、ちょっと聞きたかったのはその今のトモコイズミというブランドの中でそのちょっとあの和 の, あの、あ、服装の歴史もちょっと入ってたりするか、うんうん、逆に完全になんか洋服からインスパイアされてるんですかとか、ちょっとその話できたら面白いかな、はい、そうですね、自分がそのニューヨークでショーをした2019年とかその前の2018年、やっぱりこう日本でずっと仕事をしてきたので、なんかこう例えばアメリカのエンターテインメントの仕事をしたいなとか、もっと大きいところに行きたかったんですね、うん、でもその時にやっぱりこうなんて言うんだろう、 こびるんじゃないけど、そのなんて言ったらいいのかな、海外の人が期待する日本らしさみたいなのもやっぱり利用するのは強みになるなと思って、うん、まああとそのなんて言うんだろう、そのなんだっけ、アプロプリエーションの話とかもあるけど、まあそうそう、だからこそやっぱ自分の持ってる文化を使うっていうのは一番強いし、一番ストレートに届くし、一番まあ、まあ、楽かなと思って、うん、なんか結構勉強してやってました、ね、だから最初のコレクションで出した、今メトロポリタン美術館にあの所蔵してもらってるルックとか、十二人へのアイディアを使った、まあ、言われたらそう見えるかなみたいなものとか、あとひな人形がすごい好きだったり、そのだから人形のプロポーションを人間のサイズで作ってるようなとか、なんかそういうアイディアを、なんかやっぱりまあ、もちろん着物スリーブのものとかもあるんですけど、まあ、そういう分かりやすいものもありつつ、まあ、あんまりこうわざとらしくならないようにやりたいなとはいつも思います、ちょっと意識してもう一回見たいなあ、全然一緒に思うやつとか、でもその想像したものをなんか技術で本当に作るっていうのがやっぱデザイナーの仕事ってすごいなって思う、確かに想像したものを実際に作る、まあそうですね、やっぱ技術がないと、まあでもそれはやっぱり鍛錬というか積み重ね、やっぱりまあその20年とかやってきてるから、うん、こう
思ったものを作る。まあでもどうなんだろう、やっぱ自分もそのニューヨークでショーとかできるので、今もまあラフルのドレスは作り続けてるんだけど、そのできることとできないことをまあ結構こうクリアにしていくっていうのが大事に、だからその得意なものを突き詰めていく力、まあそれってまあファッションだけじゃないと思うんですけど、だから自分はそのファッションの勉強もしてないから、テイラードの服とかも作れないし、ジャケットとか作れないけど、まあ自分の得意なもので、まあ、勝負していくっていうことかな。だからそうそう、まあ、だから作れるものを作るし、やれることをとにかくやりまくるみたいなのが、うん、まあ、なんか強みになってきます。なんかマジで今の言う通り、そういう感動ってなんか共感、うんうん、なぜかっていうと、そのなんて言えばいい、いや、なんかそのなんかやっぱファッションの勉強すると、うんうんうん、そのパターンメイキングとか、なんかそういう、まあ、あとカッティングとかすごい大事されるじゃないですか、うん、でそれができないと絶対ファッションデザインがない、なんか、まあ、いわゆる勉強の時に言われてるんですけど、うんうんうん、なんかその自分が得意と得意じゃないところで、このここは得意じゃないからデザイナーにはならないっていう、すごい思い込んでたんですね、うんうんうん、正直。だからそれでもう一個の例にすると、絵を描くのはすごい好きだけど、うん、そのなんかめっちゃリアリスティックな絵を描くはできない、うん、超なんかカートゥーンとか可愛いとかしかできないんだけど、うん、その絵は本当に写真のように描ける人になれないとアーティストにはないと思い込んでて、でも2年前とか3年前に私が超なんか適当に可愛く描いた絵をアブに見せたら、え、これ誰描いたのみたいな感じで超可愛いって言われてて、なんか、あ、私描いた適当に、え、めっちゃいいじゃないですかってなんかびっくりした。私もらしさが評価されたのが初めてだった。その、ね、絵をね、待ち受けにしてたからね。でもなんか、あ、初めてこんな、なんかその技術というよりその想像することが、うん、その得意を見つけてそれ売りに行く、うん、これがなんかテーラーメイドじゃないんだけど私はこうですねって信じて売りに行くのがやっぱすごい大事なと思う。うん、なんかデザイナーズのスケッチってめっちゃ分かりづらいイメージしないんだけどね。でもそれもなんかファッションスケッチの中にすごいなんか綺麗な、いわゆるみんななんか80年代のなんかセロナとか、なんかディオールのやつを見ると、私は描けないからデザイナーにならないなって思ったんだけど、正直仕上がりがどうなっても別にスケッチをどうだったらなんかコンセプトを伝えればいいって思うから、まあ面白いなと思うけど、そうそうですね、本当に。俺もそん、まあ、もちろんペイントをやってたんですけど、まあね、スケッチはそんなに上手くないです、まあ、でも今 iPad とかその技術の力を借りてやってるけど、はい、でもね、出来上がったものが良ければいいじゃんってすごい思うし、絵が上手い人っていっぱいいるから、そう、なんかそれよりやっぱ個性、その人にしか作れないものを作れる人っていう方が貴重だっていうのを、やっぱ教育現場では伝えるべきだと思いますけど、結構やっぱファッション教育は今結構問題が多いなって思います。そう、だから結構専門学校とか手伝ったりとか最近してます。あ、そうなんか。どういう声がありますか、その教える現場とかに行くと、うんうん、学生の方とかみんなどういうことにすごいつまずくの？でも一番はそのみんな同じものを見てる、リサーチする、みんなピンタレストしか使ってないみたいな、だからそれが一番問題。わかる。でもなんか僕大学1年生はデザイン学校だったんだけど、で、まあ、フランスでね、で、日本に来た時に逆に、まあ、アンドロメダとずっと大親友みたいな感じで、うんうん、で、文化ってどういう風になってるとかって聞いた時にもうすごくびっくりした。なんか教え方が全く違う。だから僕の場合は大学で言われてたのは、なんか見にくくなるか綺麗になるかは全然関係なくて、なんかとりあえず自分が探りたい歩行性とか何を表現したいとか、その自分のレファランスとか集めてアイデンティティを作る。それはなんかホームレスに見えてしまってもいいし、なんか超ジーバに見えてしまってもいいし、どっちでもいいけど、とりあえず何で表現してる、で何を出したいとかって考えてください。であとはその技術を教えるから大丈夫で、アンドロメダの話を聞くと、文化は結構なんか逆さまでとか逆な感じで、技術をとりあえず知る、うん、でパーフェクトにできた時にはなんか
まあ、そこまでコンセプトを考えなくてもいいからなんか綺麗に作ろうみたいという、まあ、全く僕が教わってきた、勉強と違くて、まあ、それもちろん国とか の文化はあると思うんだけど、すごくびっくりした。どっちがマシとかは全く分かんないんだけど、なんかファッションという概念が結構違う。面白い。私もその最初にそれが文化入った時にすごい否定してたんだけど、まあ卒業として文化も好きなんですけど否定はしていませんですけど、なんだけどやっぱその技術、技術がないと何かできるも分からないじゃないですか、なんかそのプリッツがこういう作り方できる、じゃあその作り、プリッツのやり方をどうやって展開していけばどういうフリルなんか、なんか想像しない、なるほどこういう折り方するとこんな変わるからそれで何かを想像するんだけど、そのベースがないままでやっぱ想像すると結構、まあ、想像すると見たものしか、振りができ、なんかコピーをしかできないから、やっぱ順番があれが違うんだと思うんだけど、順番がそれぞれ違うんだけど、まあ、やっぱその技術から生まれてくる想像と、例えばなんか、まあ、伊勢三宅とかやプリッツっていう技術っていうところから、じゃあそれをどうやってクリエイティブに使っていくとか、ね、逆の順番するで、でもう一個がビジョンから考えて、じゃあそれをどうやって現実していくのか、まあ順番が違うんだけど、私もその最初がジェレミーと同じ考え方を持ったんだけど、ちょっと違う勉強し方、自分の脳の考え方も変えて、やっぱこれはこういうやり方でクリエイティブ性を出せるのか、っていうのが面白いなと思ったの、で、結構今も40分ぐらい議論して、じゃあめっちゃ聞きたいことはある。なんかなんでピンタレストダメなんですか？ピンタレスト結局、なんて言うんだろう、自分の好きなものしか出てこない、そのアルゴリズムで。だそのでもその好きなものすら自分のすでに知ってることの中でしかないっていうか、だからこうそこがどんどん深まって、まあ、もちろんそれもいいかもしれないけど、でもアルゴリズムって多分決まってるでしょ、もうちょっと詳しくないんですけど、だからみんなが好きなものがスタート地点が一緒だと、同じ時代に生きてるから同じものしかどんどん出てこないんじゃないかなっていう感じはして、あとやっぱり知らないね、知らないけどいいものって多分絶対あるから、自分は結構そのヴィンテージブックのストアとかによく行くので、そう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 、ね、そうデザイナーの友達にないし、そう、あと、まあ、図書館も好きだし、その偶然の出会いっていうのをやっぱ大事にした方が、知らないだけで好きかもしれないっていうものがあるっていうのをちゃんと意識した方がいいかなと思います。1個言っていい？なんか、はい、じゃあ、ピントレスに対する私もあんま好きじゃないんだけど、使い始めたのはやっぱ企業の方に勤め始めた時、文化の時全然使ってなかったんだけど、やっぱ企業への広告を作る時に、そのただこういうコンセプトで作り上げて説明するだけで足りない、みんながちょっと具体的に何か事例とか例があるないと、向こうがこういう提案で進みましょうって思ってくれないかな、なんか本当に想像するもののままのものをピントレスで探して、なんか5人が森に走っている、ピントレスで来ている、でそれのなんかレコメンドいっぱい探してて、はい、似たような画像いっぱい集めて、はい、このままを作ります、安心感安心してくださいよってね、するっていうのは私は本当に大嫌いなの作業、なぜかというとアイデアで信じてもらいたいんだけど、やっぱ誰も信じてくれない、だからやっぱこのピントレスを使わないといけないっていう、まあいいポイント、理想がコンセプトとかそういう、昔の本、まあやっぱ確かにそのこれから神保町行ってなんかないかな、でも偶然その仕事になると偶然にお任せできないから、そう、うん、偶然結構やっぱサボれるからってのがあるか気がする、なんか例えばなんだろう、まあ、私もすごい多分そのノモさんが教える学生の多分近いと思って、好きなものを多分こう確認する、安心してもらうために多分そう言っても、それは多分クリエイターじゃないから、それで自分は許されるかもしれないけど、もし自分がクリエイターだったらそれは結構しんどくないって思ってて、自分がそれをサボれちゃうっていうか、そこでなんか安心できるなら多分その1段で2段で目指していくのに、すごくなんかコンプレックスになりそう、
はい、どうぞ。で、一緒。どうぞどうぞ。いや、なんかその、ピントレスっていう感じで、私、ドラッグクイーンとして活動して、はい、ドラッグクイーンのピントレスといえば、ルーボールズ、ドラッグレースだと感じて、みんな同じものが見てきたから、ね、同じものを見てきた上で、同じものをただを繰り返して作っている時代のが、すごい、今のドラッグクイーンがちょっと、まあ、絶対全員ないけど、みんな似たような形になってきたのが、やっぱ、それ、その他のなんかリソースがないとはちょっとつまんないなとは思う。確かに。まあ、その話で言うと、僕、クリエイターとしては、やっぱり固定しすぎたことは逆に怖いっていつも思ってて、なんかその次、なんか進化する、進化ってか、次の作品とか次のプロジェクトを考えることって全く同じことになるのは怖くて、だからそのアウトインプットが本当に大事、新しいものに触れるとかは本当になんか一番大事な気がする発見で、聞きたかったのは何回もアンドロメダに話しきられる前にそのだから僕はちょっと意地悪な役なんですけど、さっきなんかジョン・ガリアノが大好きみたいとも言ってて、で作ってるのがなんか結構、まあ、ドレスメーカーとかとも言ってて、まあ、いわゆるハイファッションになると思うんですけど、逆にそのなんか道沿いなファッションとか、プレタポーテとか、本当に毎日見かけられる。ファッションには興味があるかどうか、いつか作りたいか、まあ、そういうことについてはちょっとお聞きしたいなと思って。そうですね。多分なんかコラボレーションとかでやって、その実際にお店で売られているものを作ったこともあるんですけど、やっぱりそれは、その相手コラボレーション先のそのなんていうんだろう、デザイン性というかシグネチャーのスタイルと合わせるから、まあそれができる。だから自分の中だけだとやっぱりちょっとこうなんてシアトリカルっていうか、ちょっとこうコスチュームっぽいものができちゃうんだけど、だもし、まあ、機会があればですけど、例えばどっかのブランドのクリエイティブダイレクターとかやるとかってなったら、あるかも。バレンシアガもどこがいい？ありますか？どこかな？でもあんまり大きすぎるとプレッシャーがすごいんで、なんかちょっとこう、人気なくなってきたやつをちょっとリバイバルさせる、させるみたいなのは憧れ。ありますか？やりたいところ、どうなんだろう？言うと叶うから。あ、でも一番好きなのは結構、ああいうエメニュエル・ウンガロとか、ラッフルがついてね、だからそれあれはやり、結構いい、いいもの作れそうな気がするけどね。叶うかも。で、あと一つ、ジョン・ガリアノのどこの、なんか、ジョン・ガリアノのどこが魅力を感じてたの、最初は。どうなんだろう、なんかやっぱりその自分が彼の作品を見たのが2004年とかそれぐらいで、そうそう、オートクチュールの、でもあれがファッションだと思って、あれをやってたのって、まあ時代がね、またやっぱちょっと違うんですけど、アレキサンダー・ワックインも生きてたし、なんかあれをファッションとしてやっちゃえる、まあ時代も良かったと思うし、会社のなんていうんだろう、決意もあったと思うし、なんかそういういろんなものが相まってすごい面白い。まあ今見ると結構なんていうの、コントラバーシャルなデザインとか、なんかテーマとかもあると思うけど、その時のまあなんか最高のクリエイティビティが出てるのかなって思って。自由さ、自由さかね、やっぱファンタジーかな。なんか一個思うのが、その時代、勝手な妄想とか、まあこれ隠してはないんだけど、その時代にそのプレッタポーテって実はなんかそこまで買うことはなくて、でもそのファッションショーっていうのが、まあ、今でもそうあるけど、なんか大きななんか香水とかメイクの PR イベント、そのファンタジー売りに行くんだけど、多分今の時代が本当にランウェイ出てるのものが売りに行くものだ、なんかその T シャツとかジーンズだから、そのファンタジー性が持ってないんだけど、その時代って別に売っていたわけではないじゃん、そのジョン・ガリアノっていうのピースだから、なんかでもそれがすごいニュース性になってて、自由度があったなと思う。舞台を見てるようなランウェイ、なんか当時なんかファッション通信とかなんか思ってないけど、なんかテレビでそれこそその多分同じジックでぐらいに同じようなあのショーを見た時に、やっぱなんかこれはファッションショーって思ってたものと全然違った。多分もう一つの物語とか世界を見せられている。だからなんかそれはすごく
多分当時14歳とか15歳でそれを見てすごく衝撃だったんじゃないかな。やばかったね、アレクサンダー・マックのなんかペインティングのやつとかもね。うん、ありがとう、僕も来た。ありがとう、来た。あの、まあ、多分これからそれでラッピングアップしていくから、うんうんうん、なんかまあ最高、こういう、あの、告知の話もするけど、うん、あの、なんか小泉さんがこれからちょっと挑戦していきたいとか、はい、まあもちろんその、あの、絵の展示もあるんだけど、うんうんうん、なんかブランドとしてとかファッションとして、なんかチャレンジが、まあ、パリがあると思う。はい、はい。そうですね、なんかその自分がペイントとかそのコンテンポラリーアートのピースを作り始めたのもやっぱりそのファッションにも生かしていきたいから、なんかそれが結局やっぱりこうそのインダストリーになんか一つの視点しか持ってないと、やっぱりどんどんこう年取っていくとこう頑固になっていったりこう視野が狭くなっていったりすると思うので、アートの視点を入れることにこう行ったり来たりして、アートデータインスピレーションファッションに生かして、でファッションデータものをアートに生かしていくみたいなことができるんじゃないかなと思って、なんかそういう人って、まあ、なかなかもしかしていないかもしれないし、なんか批判的な人もいるかもしれないけど、まあ、美しいものが作れればどこかに需要が生まれると思うので、まあ、あんまり心配はしてないですね、うん、あとまあやっぱりそれ答えれないなら全然あの編集に入れないんですけど、まあなんか違和感のコミュニティっていうか、なんかクエアのコミュニティとか LGBT のコミュニティになんか伝えたいものとかあったりします？はい、そうですね、なんか自分やっぱり自分が10、まあ10、だいたい自分ゲイって気づいたのは14歳ぐらいだから、ファッションに出会ったのと同じぐらいなんですけど、やっぱりこうロールモデルがいなかったんですよね。だからファッションの自分が今やってるようなことの方でもそうですけど、なんかこう自分がその10代の時にいてほしかったとか、こういう存在があったらもっと希望を持てたのになっていうものにまあ慣れてたらいいなとか、なっていきたいなっていう希望がありますね。だからやっぱりなんだろう、日本でまあまだまだ閉鎖的な社会だけど、まあオープンなそのゲイとして生活もできるし、例えばファッションの学校に行ってなかったとしても、自分の努力で、まあ、世界でなんかこういろいろやっていくことができるんだよとか、なんかそういうまあなんだろう、 LGBTQ のことだけじゃなく、なんかいろいろな面でそのなんていうんだろう、まあ勇気づけられるようなことがあったらいいなとは思いますね。そうだからやっぱり教育にもこれからも関わっていくし。若いデザイナーの育成とかにも力を入れていきたいし、まあなんか自分、まあそうですね、さっき話してたみたいに自分がこうラッキーで得られたパワーをなんかなんていうんだろう、自分で止めない、循環させていきたいな、じゃないとなんか怖いんですよね。だからそのニューヨークでファッションショーできたのもたまたまラッキーで全部フリーでできて、でなんで自分なんだろうって、まあでももうそれはもう怒っちゃったことだし、やってくれた人たちに感謝をして次の世代にこうその得られたラッキーをなんか受け渡していきたいなという気持ちがあって、まあそういうのやっていきたいなと思います。ギブギブしていくね。じゃあロールモデルになってください。頑張ります。やってるじゃない、上からやろ、やってるの。あ、落ちちゃった。言葉に感動してでもね、こういうなんか私たちのような、まあ、まずちっちゃいコレクティブというか、このチームのこの会話にすごく同じ目線で入ってくれたことはすごく嬉しかった。感動感動、嬉しいで、本当に嬉しいって感じで、こちらこそです、嬉しいですよ、呼んでもらって、なんかじゃあ逆にコンテンポラリー、そうですね、アートの活動、これから告知、はいはい、そうですね、もうこれが放送10月でしょ、9日はい、12月、これは10月9日、自分のそのアートの方の個展が12月9日から寺田アートコンプレックス品川の展望館にあるギャラリーのゆきこ水谷っていうギャラリーで12月9日から多分大体2ヶ月間ぐらいやる予定なので、まあ、年末年始挟むけどちょっとやるので、よかったら皆さん見に来てください。なんかもしあの詳細がもう出てますか、出てないですね、なんか時間とか
なんかリンクとかそういうことがまだ出てないかも、うん、じゃあまあ一応概要欄にそのトモコユニさんのなんかインスタプロフィールも追加して、あ、まあ、そこら辺から多分あのできたら、うんうん、みんなそこら辺情報アクセスできるようにしておきますね、はい、期待にしておいてください、ね。